こんにちは、たかきっちです。さあ、ディエゴくんの横にいるんですが、まあ、今日はね、極地なんですけども、これ、もう相当辛いよね。アストルティア中にヒーヒー言ってる、まあ、富豪のコンテンツ、大富豪のコンテンツと言っても過言ではないんでしょうか。まあね、これをクリアすることによって普段ね、コンテンツに使わないようなね、装備を買わされるというね、こういう鬼畜なね、まさに極地への道しるべと言っても過言ではないんでしょう。まあそんなね、大富豪でしかね、遊べないコンテンツ。まあ僕らがね、僕みたいなね、まあ昨日の動画も見ていただくと分かる通り、破産ね、して貧乏人のね、高吉がね、クリアができるわけがないというコンテンツなんですけど、そんな僕でもクリアできたものがありました。ここ。強さの、この3。これ簡単だからクリアして。なんなら、ここまでね、正直ね、ゴールドを220万ゴールドかな。まあ、あとはアクセとか揃えないといけないんだけど、あれでしょう、噂でなんか極地への道しるべ難しいから手出してねえんだよって、そういう食わず嫌いの中、いるんじゃないでしょうか。そんな方、強さの道しるべのランク3までクリアできるから、簡単に。やってみて。うん。ここまでもね、できるけど、まあ、ちょっとね、この辺のね、この3つぐらいまでね、どんな風な装備をしたかっていうのをね、皆さんに今日はお見せしたいと思います。まずこちらだね、最大 MP820、おすすめ賢者ってなってるんですけども、僕賢者でクリアしてないんですよ。実は、はい、天地でクリアしました。で、しかも、装備もね、あんまりね、いいの装備してないですよね。アルビスのアンクとか、まあ、魔除けで NP を上げるだとか、そういったものでしかやってないんですよね。あとは不思議なカードか。不思議なカードで15上げるぐらいかな。で、一番何より、天地雷鳴士でいいのが、このスキルなんですけど、縦に NP45 入れて、なおかつ、スティックで45と90増やせれるので、かなりね、天地雷鳴士おすすめになっております。まあ、アクセもね、そんながっつり NP 寄りっていうね、アクセもしずにクリアできるので、まあ、天地雷鳴士簡単なんでね、おすすめです。そして、おしゃれを820にする、踊りスパなんですが、これもスーパースターで軽くクリアできたような気がします。はい、スーパーだとこんな感じでクリアしました。グレイフルだね。グレイフルの装備と、まあ、腕がね、自由なんで、ルビーの腕輪と、ファントムマスク。これがね、かなりでかい。このルビーとファントムマスクが。うん。まあ、あとはバステトと、バステノのアンク。まあ、あと1個できてないね。1と、グレモリーを装備するだけで、はい、なんとおしゃれが860まで上げることができます。そして武器は、扇がおすすめです。ちなみに、じゃあ、ルビーの腕輪とファントマスクって高木ちゃんどこで手に入れるんですか？はい、こちら、ボボン、ゴーレックさんなんですけども、この腕装備で、はい、ドン、おしゃれも100上がる。ルビーの腕輪。しかも30枚か。小さなメダル30枚で交換できます。ルビーの腕輪は。そして、ファントムマスクが5枚で交換できます。小さなメダル。これもおしゃれが20。上がる装備となっております。あ、ちなみに、宝珠、僕ちょっと今チラッと見たんだけど、これ、あ、魅力、戦場のヴィーナスを上げれば、さらにおしゃれが上がるね。なので、まあ、どれかね、ちょっと足りないよっていう方は、宝珠をつけてみてはいかがでしょうか。これでおしゃれが872だもんね。余裕でいけますよね。っていうことの、この、おしゃれ820クリア。で、ここでクリアすることによって、この素早さの種、こんなとこに入れて欲しくないよね。この、報酬を。まあ、とはいうものの、運命的には、まあ、ゆっくりやってくれよ、と。な。今、そんな木の実一つあげてで勝てるようなコンテンツ、そういったコンテンツねえぞ、と。という運営のね、言葉が伝わってくると思うんですけども、まあ、ここら辺ぐらいまでだったら簡単にクリアできるから、
素早さのね、種、欲しい方はね、ぜひ、これステータス1上がる大事なね、種なんでね、クリアしてください。そして次、そういった素早さを840にする。まあ、ちょっと僕はね、武道家でやってたんですけども、はじめちょっとすごい焦って、これもクリアできない816じゃんとか思ってたんだけども、はい、これこの奥義ね、ガルーダテンペスト、これ素早さ65も上がるのな。で、これで881になりました。まあこれ防衛軍だとか白箱とかね、簡単に手に入れるんで、まあ簡単に素早さが上がる、ね、武器なので、これかなりおすすめ、ガルダテンペスト。でもちろん靴実は素早さなかったんですよね。まあ素早さ埋めがあればこれもっと楽にクリアできたんでしょうね。そして、埋めたのがまあ奇跡のベルトもないし、まあ不思議なカードぐらいか、素早さ、不思議なカード。これマックスにしてるんだけど、マックスにしなくても、まあ、奇跡のベルトとかの素早さ付きで、確か代替したような気がする、これは。この素早さ24ね。あとは、まあ、この氷腕の素早き用だとか、アガレスの素早さ埋め。そしてもちろん達人のオーブの、こちら、宝珠ね。素早さ埋め。等を、用いて使えれば、まあ、今、素早さ905っていうね、かなりオーバーした素早さが作れるので、ここも楽にいけると思います。しかもスキルブック1個ですからね、スキルブック1ちょっと足んなかったよっていう方はね、必ずやってください。あ、ちなみにこの最強の極地の挑戦も、今の素早さを漏れれば、これクリアできるので、846以上。だとか、まあ905だったんで、僕は878以上ができたんで、まあついでにね、このスペシャル福引券ももらってみてはいかがでしょうか。器用さ、まあこれね、盗み金策をしてる方なら余裕でクリアできるでしょう、盗賊。今なんか、基本的に900の盗賊がね、器用さね、いるんで、まあそういった方はね、簡単に器用さを持ってるんではないんでしょうか。はい、器用さが873ということなので、これ探検の方がね、器用さ高いんかな、グラフィアスの探検の方が。爪ドラゴンクローだと32だもんね。に対して、グラフィアスの探検、これレベル100の装備なんだけど、まあ、器用さ40上がるので、ちょっと器用さ足んないよっていう方は、まあ、防衛軍かなんかで交換してみてはいかがでしょうか、このグラフィアスの探検。で、あとは腕に器用さ。怪盗の仮面。そして奇跡のベルト。そして不思議なカード。そして、月飾り。まあ、その他の装備ですね。で、ハルファスの大紋章が器用さ埋めとなっております。もちろん、宝珠の方もね、びっちり、こちらの炎の宝珠、神業の手。そしてこちら、風の宝珠に禁断の器用さアップもございますので、これ1段階3上がるんだね、すごいね。なるほど。まあ、足りない方は、こちらの宝珠を使ってみてはいかがでしょうか。そしてこの器用さ、760以上にするをクリア。そして最強の極地に挑戦の、クリアもできるんでね。これもしっかりね、スペシャル福引券もらっといてください。まあこれはね、レベルを上げるだけでクリアできるので、まあこちらはね、クリアしたい方は頑張ってレベルを上げてください。こちらもスキルブック1個もらえますね。でかいよね。まあといった3、ランク3ね、他の人に聞いて、ちょっと手も足も出ない、そんなお金何千万と使えないよってね、思ってた方、割とこの強さの道しるべの、ランク3はクリアできるので、絶対これをやった方がいい。素早さ1上がるし、スキルブック3つももらえるし、福引券10枚ももらえるので、これやってください。まあこっからだよね。ランク4。ね、かなりね、このランク4全部やってから僕動画に出そうかなと思ったんですけど、ここのね、お金がかかるからね、なのでこのクリアした3までちょっとやっていきたいと思います。もちろん、ちょっとね、揃えるために装備を買っちゃいました。でも、この3つクリアするまで200万ゴールドぐらいしか使わなかったです。まあ、細かく言えば210万ゴールドぐらいかな。うん。まあ、アクセの合成だったとり、あとは装備を1個買ったかな、2つ買ったかな、うん、合わせて。
で、まずね、こちら。最大 NP500 以上と攻撃力900以上にするって書いてあるよね。お、おすすめ職業負けんしじゃんって思ってる方、ちょっと待ってください。こちら。ね、新職業の海賊。これでね、クリアできる。海賊こんな感じになっております。攻撃力903の NP503 となっております。ゼルメア戦の、起点の斧。ただしね、ちょっと攻撃力1個ついてる。これが重要かな。そして、唯一ね、この海賊で買ってしまった装備がこちら。NP を自作錬金しました。川の帽子さんに NP をつけました。そして、まあ、ダークグラスだね。ダークグラスの攻撃埋め。これね、作ってた。まあ、このダークグラスさんなんて作ってねえよ、攻撃力っていう方はね、この起点の斧の攻撃埋めを買った方が早いのかな。ただね、お金をそんなかけたくないよっていう方は、まあ、頑張ってね、ちょっと床闇行って、このダークグラスを頑張って作った方がお金はね、割とかからないで済みます。そして中世のチョーカーで、将軍の指輪。これで攻撃力が12上がる。まあ、伝承が攻撃力についております。そして、瀬戸のアンク。で、先進のベルトに、攻撃力がね、14ついております。で、不思議なカード。これもね、上げた。うん。言うても、最大値、5段階、8段階か。8段階までなんとか上げました。そしてパワーチャームと、ハルファスの攻撃力埋めと、まあ、ガナンだね。ガナンが、攻撃力5上がるので、まあ、こちらのアクセを使って海賊で行けました。ここで割とお金を使ったのは合成台ぐらいかな。合成台と革の帽子ぐらい。なので、まあ、海賊でね、割と行きやすいと思います。はい、次。僧侶。回、ヒットポイントが780の、回復魔力1050というね、まあ、これ、普段僧侶ヒーラーやってる方って、まあ、1050ぐらい余裕だよっていう感じなんだけどね、ちょっと僕みたいなヒーラーやらない人、特にね、上下回魔がないんですよ、僕。まあ、それでもクリアできました。はい。上下回魔があれば、結構楽にクリアできる。けども僕はなかったんです。では、どうしたかというと、はい、ドン。まあ、こういったステータスになっております。これに関しては、僕装備、一個も買わなかったです。ゼルメアさん、かな？ゼルメアではないな。ゼルメアもあるけど、装備はこんな感じになっております。まあ、そこそこ使える妖艶魔女かな。まあ、コンテンツで用意する妖艶魔女かな。これだけ昔買ったのかな。ヒットポイントがついてるやつ。昔ね。かなり昔。で、あそこかな。防衛軍で起点のスティック。これね、かなりいいです。攻撃、回復魔力が174も上がるので、起点のスティック。ゼルメアさんに変えてくれ。ね、錬金効果こんなぐっちゃぐちゃだけど、まあ、いいでしょう。クリアするぐらいだったらね。そして、目は、癒しのメガネ。ああ、合成代はかかったね。この癒しのメガネと、そしてこちらね、限界王の首飾り。ここで役に立ったね、ヒットポイント埋め。これね、限界王の首飾り。そして、ヒットポイント盛るためにこれも持ち出しました。懐かしいでしょ、初期の人。力の指は最大ヒットポイント埋め。これ、ロークメル。懐かしいです。これを引っ張り出しましたね。ヒットポイント埋めるために。そして、イシスのアンクに、奇跡のベルトで、回復魔力がプラス26のものがあったので、こちらと、で、不思議なカードはヒットポイントだけいじったのかな？これ、19ってなってることは。うん。で、回復魔力はいじってない。そう、不思議なカードで1段階ちょっと上げたのかな？これ。で、そして、大地の大竜玉で、ブエルの大紋章。まあ、回復魔力。まだできてないですけどね。これと、ガナンでヒットポイント上げました。ガナンのヒットポイント埋めで19。そしてもちろん宝珠もいじりました。ヒットポイントと、慈しむ心。そんで、禁断の回復魔力アップと禁断のヒットポイントアップもつけました。
そしてスティックスキルに回復魔力40つけております。で、じゃあ高木ちゃんとこの癒しのメガネどこにあるんですかということなんですけども、こちら小さなメダル、これもね10枚で交換できるので、これにね、合成して回復魔力をね微調整してみてはいかがでしょうか。これでやっとギリで、はい、僧侶クリアとなりました。もうこれ以上求められたらちょっときついぞ。で、これで守りの種1個だからね、守備力が上がるからね、この種はでかいぞ。次こちら守備力1190の素早さを550以上にする。守備力が一番高いのは全職業を通してねパラディンなので、なのでちょっとねパラディンで頑張ってほしいかな。はい、こんな感じで守備力と素早さをねクリアしました。まあ詳細はこんな感じになっております。で、このパラディンでねちょっとねお金を使っちゃいました。これ申し訳ございません。はい、これまずね上から順に説明します。聖宮の鉄槌、これね、なんとハンマーで一番守備力が上がるんです。これ18なので、防衛軍でこれ交換してきました。そしてこれも防衛さんです。起点の大盾、まあ一番守備力が上がるのでね、はい、錬金はこんな適当です。はい、もっといい錬金についてくればいいのにね。はい、そしてこちら、これは昔買ったのかな、ヒットポイント、ヒットポイント何でもいいけどね、これ魔鉱石の兜ゼルメアさんでいいと思います。これは守備力をただ上げるだけなので、はい、この鎧、これがね僕ゼルメアでめちゃくちゃ頑張りました。ゼルメアで取りました、これ。はい、ゼルメアで、イニシエのゼルメアで、このとにかく守備力をどっかつけとけばいいという思いで行って、ま、よくねゼルメアで守備力取れるもんね。まあそういったものでいいと思います。で、もう一つ買っちゃったのがねこちらミラーアーマー2、これもゼルメアでめちゃくちゃ頑張ったんですよ。これ多分ねミラーアーマーゼルメアで守備力この6がね2つつけばいい、2つついていけた。これ買っちゃったのよね、ついつい自分で錬金してやってしまったんですが、まあ、ある方はミラーアーマー下のね守備力が2つついたものを用意してくれればいけます。はい、次、魔鉱石の固定。これもね、正直錬金なんでもいいので、ゼルメアで揃えてもいただければいいです。素早さ埋めを買ってしまったんですよ。これが176番。失敗が2個ついてて、ついついちょっと錬金紙余ってたんで、ちょっと使っちゃいました。はい、魔鉱石のグリーブ。素早さ埋め。これもゼルメアで取れた方はいるんではないんでしょうか。まあ、なかなか埋めは取りにくいよね。で、この、アクセ、僕ね初めて知った。これいつの間にかバージョン6でひっそりね追加されてたんだね。ラウンドメガネ、守備力が上がる。そして錬金効果はこんな感じ、守備力2埋め。これも後でね紹介します、どこで手に入るか。そして首飾りがこの限界王の首飾りね、これなんと守備力25も上がる。なので、まあ、守備力を盛りたい人この限界を使ってください。そして素早さを上げるために僕この早手のリングをね取りに行きました、盗みで。まあ多分映像今流れてると思うんですけど、嵐の了解でこの顔デカね、顔デカモンスターに急遽盗みに行きました。この早手のリング131無理やりつけました。そしてこのオシリスのブローチも守備埋めで、奇跡のベルトに素早さ24。そしてこの不思議なカードね、これ付け直しました、守備力。これ攻撃魔力がついてて、レギロラッゾの、カードだったんですけども、攻撃魔力を、まあ、守備力に変えて、さらに虹のフェザーチップで素早さ最大値。で、守備力も1段階上げてんのかな。そして標腕の月飾り、この素早さ、素早きを埋め。このねステータス上げるために以外でもこのヒットポイント持っちゃいけないっていう時にこの標腕の月飾り椿を埋めってかなり使えるんで、これは作っておいた方がいいと思います。そしてアガレスで、まあ、とにかくあの紋章でね素早さを上げるところないかなと探してこちらの方をつけました。で、無限魔王の勲章、これ実は
守備力10上がるんですよ。なので、守備力、これ、ない方は、これで調整してください。ちょっと高木ちゃん素早さは余裕あるんですけど、守備力がちょっとっていう方は、この指のところ、また新たにね、出てきたこのゴージャスな指輪っていうのがあるんですよ。これすると守備力がかなり上がります。ドン。1200上がってたよね、ほら1200に。合成内容はこんな感じになっております。守備力埋め。この二つのね、ラウンドメガネとゴージャスな指輪、これ追加されてたんですよ。ひっそり、いつの間にか。知ってた？みんな。で、これどこで手に入れるかというと、はい、ここ、ベリラードのアクセア・カーメノさんから手に入れることができます。ラウンドメガネとゴージャスな腕は、これひっそりね、追加されてたよね。びっくりした僕。これリスナーさんに教えてもらったんですけど、これドラゴンクエスト8じゃないゴージャスな指輪と思って、ベレナードに恐る恐る言ったのね、あったんだよね。で、意外にね、つきやすかったのかな、守備力。あっという間にできた。うん。ので、守備力が足らない方は、こちらのね、アクセを利用してみてはいかがでしょうか。はい、こっからはちょっとね、やっぱり金が物を言うから、ここはね、ちょっとね、昨日の破産動画がなければクリアできてたんですが、残念ながらね、はい、ゴールドがないということでね、もうちょっとお金を貯めてから、これ以上やっていきたいと思います。で、もちろん、この、最強の極地、これクリアできるので、しっかりね、やっててください。はい。ということで、極地への道しるべ。実は食わず嫌いでね、皆さん、周りのみんながちょっと金がいるよということで、敬遠してる方はいませんか？ランク3だけでもいいからね、スキルブック、素早さの種、福引券がもらえますから、結構ね、すんなりクリアできると思う。ランク3は。なので、やってみてください。ちょっとね、ランク4から特殊なね、アクセがね、必要なんですよね。このオシリスのブローチだと思う。そうだし、普段使わないようなアクセをね、ちょっと作らないといけないんで、まあそれでなんとかお金をかけずに行きたかったんですけど、ついついちょっと買ってしまったっていうね、素早さと頭とね。なので、まあ多少ちょっと金をかけるぐらいだったらここまでいけるかな。やってみてはいかがでしょうか。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。